はい、動詞と時制の、要点の整理から見ていきましょう。まず一つ目ですね、現在時制による未来時制の代用。これ何やっていうと、有名なやつですね。時条件を表す副詞節、時条件を表す副詞節の中では未来のことも現在形で表すよっていう文法があったんですね。例えばこれ見てください。 I will go if it is fine tomorrow ですね。 I will go、 私は行くでしょう。 If it is fine tomorrow やねんけど、これ tomorrow っていうことは明日ですよね。明日っていうことは未来形のはず。やのになんでここ will とか be going というがないのと、なんで現在時制になってんのと、これは文法のルールなんですね。さっき言った通り、時条件を表す副詞節の中では未来のことも現在で表す。つまり何やっていうと、時条件を表す副詞節っていうのは、時っていうのはほにゃほにゃするとき、したときですね。ほにゃほにゃするときって訳す。もしくは条件、もしほにゃほにゃならですね。もしほにゃほにゃ。この訳のときは、たとえ未来のことであっても現在で表してくださいよ、っていうルールがあったんですね。で、次、下見てください。I don't know if it will be fine tomorrow と。で、ここで思うんですね。おいおい待ってと、お前さっき説明したのになんでここは is じゃなくて will になってんねんと。って思うんですね。で、これは、時条件を表す副詞節じゃないんですね。この if はもしって訳すんじゃないんですね。ほにゃほにゃかどうかって訳すと、こういう時は未来のことを現在で表すということはしなくて、そのまま未来のまま行くと。 I don't know、 私はわからないよ。 If it will be fine tomorrow、 明日が晴れるかどうかわからない。こういうかどうかって訳す if の時は未来のことはそのまま未来で表すと、っていう違いがあったんですね。when でも同じような感じです。これ、例えば見てくださいね。I don't know when he will come tomorrow。 私わからないよ。これは、彼がいつやってくるかっていうことですね。私はわからないよ。彼が明日いつやってくるかわからない。こういうふうに、いつって訳すときは未来のことはそのまま未来で表すと。時っていうときだけ、未来のことも現在で表すんですね。これはいつって訳すから、未来のことはそのまま未来で表すと、こういう違いがあるんでしたね。それが注意点です。次二つ目、進行形を取る動詞、取らない動詞があるよと。これ何やっていうと、状態を表す動詞では、取らないんですね、進行形は。で、動作を示す場合は取ってもいいよと。だから have っていうのは分かりやすい例なんですね。 I have a book、 私は本を持っている。この持っているっていうのは状態なんで、進行形にはしないでくださいよっていうことですね。で、こっちは I am having a good time、 これは持っているっていう意味の have じゃなくて、この good time っていうことは過ごすっていう意味ですよね。だから進行形にしてもいいよ。動作を表す、過ごすっていう意味は動作を表してるから進行形にしていいよと。他にも食べるっていう意味のハブでも進行形にしていいですよね。だから、進行形を取るのは動作を表すときは取っていいけども、動作を表さない状態のときは進行形にしないでくださいよっていうことが書いてます。3つ目、これ英文解釈ではとても大事ですよね。完了形です。完了形で、ここに時条件を示す語句に注意って書いてるけど、完了形で大事なのはもう ここは別に無視してもいいぐらいです。完了形で大事なのは意味をしっかり押さえることなんですね。中3の時に習った通り、現在完了っていうのは3つの意味があった。継続完了経験ですね。これ詳しくもう一回復習しておくと、今が絶対関係あるんですね。現在完了っていうのは今が絶対関係ある。継続っていうのは今までずっとほにゃほにゃし続けているよっていう意味でしたね。完了っていうのはちょうど今ほにゃほにゃしたところだよと。経験っていうのは今までにほにゃほにゃしたことがあるよと。っていうこの3つの意味、これが現在完了やったんですね。 OK ですか。この継続完了経験の意味をしっかり押さえておく。そして現在完了というのは必ず今が関係してるんやっていうのを押さえておく必要があるんですね。それさえできれば過去完了とか未来完了というのも分かるようになるんですね。というのも、過去完了というのはこの地点がずれただけなんですね。過去完了っていうのは過去のある時点までずっとほにゃほにゃし続けていた。継続ですね。過去のある時点までずっとほにゃほにゃし続けていた。これが過去完了です。もしくは、過去のある時点までにほにゃほにゃしてしまっていたっていう過去完了の完了ですね。過去のある時点までにほにゃほにゃしてしまっていた。もしくは経験の場合は、過去のある時点までにほにゃほにゃしたことがあったと。っていう、ただ、現在完了のこの3つの意味が過去にずれただけなんですね。
現在完了というのは現在のある時点までの継続完了経験やったが、過去完了というのは過去のある時点までの継続完了経験になった。ただそれだけなんですね。で、プラス過去完了というのは大過去の意味もあったんですね。大過去っていうのは何やというと、 He said that、 彼は言ったよ、 He had been a doctor、 彼は医者だったと。これは彼が言った、正義した時点と彼が医者やった時点っていうのにズレがあるんですね。こっちの方がもっと過去やと。これが大過去なんですね。だからもっと過去だよ、もっと過去だよというのを表したいときに、こういうふうに過去完了の形、ハードタス過去分詞を使ってくれよとっていうことやったんですね。だから過去完了っていうのは過去のある時点までの継続完了経験プラス大過去やったんですね。未来完了になっても一緒です。未来完了っていうのは未来のある時点までの継続完了経験なんですね。やから未来完了の3つの意味っていうのはもうおそらく分かっている通りここになるんですね。未来のある時点までにずっとほにゃほにゃし続けているだろう、もしくは未来のある時点までにはほにゃほにゃしてしまっているだろう、もしくは未来のある時点までにはほにゃほにゃしたことになるだろう。未来のある時点までの継続完了経験を表すと。だその未来のある時点までのとか過去のある時点までのっていう意味で、ここにこの時状況を表す副詞節に注意っていうふうに書いてるんですね。こういう未来を表す一時点がある、過去を表す時点があるよっていうことです。だから You may go home if you have to if you have finished the work ですね、You may go home、 お前帰ってもいいよ、もしお前がその仕事を終えたならっていうことですね。これは現在完了なんですね。現在完了の完了形やと。で、ここでさっきよく勉強してる人はうんって思うんですね。おいおいちょっと待てと、時条件を表す副詞節の中では未来のことを現在で表すんちゃうんかと、なんでこれ現在完了の形になってんのって思う人いると思うんです。で、実はこれこの時条件を表す副詞節の中で現在完了っていうのも OK なんですね。というのもさっき言った通り、現在完了っていうのは現在に関わるから、正確に言うなら時条件を表す副詞節の中では現在形もしくは現在完了形を使ってくれよとっていうことなんです。やからこの表現は全然 OK なんですね。もしお前が仕事を終えたならっていうふうに現在完了を使っても全然 OK だよっていうのも確認しておいてください。その次、3つ、これですね。 You will have finished the work when they return ですね。ここで区切れると、お前は、その仕事を終えているだろう、When they return、 彼らが戻ってくる時には。これ未来完了ですね。彼らが戻ってくるっていう未来の時点において完了、ほにゃほにゃしてしまっているだろう、仕事を終えてしまっているだろうっていう風になるんですね。だからこういう訳になるんですね。やっぱり未来完了はこの未来のある時点を表す言葉があるよと。そしてやはりこの When の中ではこれ時条件を表してますよね。彼らが戻ってくる頃には、やからここ未来のことでも現在形で表してるんですね。 will とかを使ってない return っていう風に表してるんですね。そういうのを確認しておきましょう。はい、ということで、ここの動詞と時制では、この時条件を表す副詞節の中では未来のことでも現在形もしくは現在完了で表すよ、現在完了で表すよっていうことをしっかり押さえておきましょう。と同時に、かどうかとかいつっていう訳の時は will のままで OK だよと、それにも注意するんですね。そして、動作を表す、動作を表す動詞の時は進行形にしていいけど、状態を表す動詞の時は進行形にしないでよっていうこともやりました。そして現在完了、過去完了、未来完了の意味ですね。現在完了を軸にしてください。今のある時点までの継続完了経験、過去完了というのはそれの時点が過去に移っただけなんですね。過去のある時点までの継続完了経験プラス大過去、未来完了も一緒です。未来のある時点までの継続完了経験やと。だからこういうふうに未来完了の文ではこの when とかがあるんですね。未来のある地点を表すと、その時ほにゃほにゃした時やから、しっかりこの時状況を表す副詞節の中では未来のことも現在で表すっていう、そのルールも忘れないようにしてくれよっていうことなんですね。あとはね、この文法に慣れるためにね、この下にある練習問題を使ってね、全訳英文解釈しっかりできるように練習していきましょう。